ございます。今日はですね、岡山国際サーキットです。ここにも見えるようにアドバンファンミーティング、アドバンホイールを履いてるチューニングカーを一挙に集めたというね、そういうなんか、イベントに来てます。ちょっと俺ここが手術してなんかちょっと麻痺してるからちょっと喋りが難しいんだけど、ちょっとね、いろいろ車見てみましょうということで、行ってみるぞ。俺のやつが一番かっこいいね。そうっすね、ワイドにしてる人いないんだね。これさすがにボディ切るの嫌なのかな。いやでもやりこなろうスタイルが多いんじゃないですか。それはでもワイドの方がいいな。いやでも多分俺のもっと早い。これこれのは予想では36秒だ。俺のも今度スプリンジャーだもんね。で、アッパレつけるあ、これがないの。そうですね。あれ18、19？ あ、18、19です。やっぱシルビアは18、19だろう。どんなに頑張っても。そうですか。後ろ19ですよ。でもこれあんまでっかく見えなくない。そうっすか。黒いから色の問題ですかね。ホイールとタイヤが保護色になってくるじゃない。多分そうっすね。さっきのはそうです、あの向こうの端っこに止まってます、さっきのやつ。
デモ欄もこの後あるのでぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではどうぞ。Hello everybody, it's so cool to see you all. の調子で言ったら、ええ、パスして、で次の年に富士フレッシュスタートした。でトントン拍子に行って HKS さんの1位だの2位だのやってっけど、はい、ちょっとセンスがダメ。僕もそう思います。1位これだよ。いや1位これじゃないですよ。いやだから俺の中の1位なんだよ。すいません、あすいません、どっからどう見たところだろうお前。僕も親父にこれかっこいいって言いました。この RS DF ちょっと前から映します。 RS DF のセンスだった。はい、これですね。シビックにこんだけの太いホイールが入るっていうのが、はいはい、素晴らしい、はい、若干出てるけど、はい、若干出てるよな。そうですね、若干出てます。若干出てる、はい、若干ですけど、本当若干出てる感じがまたいいんだよ。はい、後ろキャンバーついてるもんね。ついてますね。俺の中での一番はこれだよ。僕もこれかっこいいって親父に言いました。俺に賞あげるよ、お前。横浜からなんかもらってやるよ。ガチャン賞これだよ。どう考えたってこれだろ、お前。これにかなう車がない。かっこいいですね、これ。これはかっこいい。はい。純正でしょ。これ多分純正ですね。はい、爪あんの、はい。あります。うわ、あるわ。キリあります。じゃあ当たったんじゃない。当たってますね。ここ。うん、当たった後ある。当たった後ありますね。なるほど。出ながら走ってる。萩原さんのホイールをベースに合わせてると。俺もあんまりタイヤこすんの気にしないから。そうですね。あんまタイヤこすんの気にする人なんでだろうと思うんだけど。当たったっていいじゃん。壊れるわけじゃないですから、ね。サーキットでも当たってる。はい、おめでとうございます。筑波サーキットでお前タイムアタックの時煙出たらね。あれはでも上に当たってますよね。上に当たってるんだけど。そしたらなんか。アタックの邪魔しなさい、しないでくださいとかって言うんだけど。え、オーナーの方ですか。はい、あ、かっこいいこれ。はい、おめでとうございます。この中で一番これだ。あ、そうですか。センス悪いですよ。センス悪いです。これが一番ですよ。そうですか。すげえこれがいいなって。もう一番さ、朝見た時からこれだと思った。ホイールに合わせて。これ旧版旧版10です。後ろ10なんだ。素晴らしい。本警部がこっちは4であっちは5です。なるほど。俺もこのホイール履いてるけどかっこいいよねこれね。そうですね。この時間からその話はしない。これピンセットいくらですか。東京ピンセット両方35です。さあということですね、以上をもちまして東京ステージそれでこんだけコンテストの表彰以上終了となります。皆さんこの後もですね、ぜひ東京の応援者かっこいいです。ありがとうございます。これが一番
さっきの取り消してやろ。さっきのあれちょっと頭おかしいんだよ。めんどくせえこと言い始めた。もうジジイのもろくしちゃってるからわかんねえんだよ。どっちが、どっちが向こう、あの白髪頭のジジイ。まあ私から言わせてみたら50歩100歩だと思うよ。全然違うよ。35歩100歩ぐらいだと思う。またいろいろお願いします。お札してんじゃねえよ。はい、映らへん。なんでおめえがいるんだよ。風間さんもおめえ関係ねえじゃねえかよ。長野の方。なんで見学なんか来る必要ねえだろ、バカ野郎。え、お母さんねえ。え、何やってるの。たこ焼き似てる。俺も俺と似てます。そんなふうに思わないですけど、でも挑戦してみたいですね。なんだこれ、食えないんだ。なんだこれ、挑戦したいそうです。手術しすぎじゃないですか。趣味だから。趣味手術。そう。車用意。お前大宮でいいなんか何も関係ねえだろ。なんでアドル出てんじゃん。はい、じゃあ皆さんどうぞ。だってそれ JC だろ、バカ野郎。あれ今日ないですか。 JC なんかねえやばい。アドルが出てるっつったってバカ野郎。アドルお前なんかいらねえっつってるよ。もう新しいお父さんにべったりだから。そう、手術したお父さん。カメラマンの人九州だったお前、はい、うちのチームのお前あれで行くんですか。知ってますよ。あいつって J1 でしょ。ロバンペラ見に来たの。あ、ただそれだけか。それだけか。ただのお前オタクじゃねえか。お前そうですよ。写真撮ったんだって。だってあいつなんか色が白すぎて、お前なんかお化けみてえじゃねえか。お前すげえ。会えました。おったよ、さっき。すげえ顔ちっちゃくないですか、あいつ。ちっちゃくもないけど、あいつフィンランド、ノルウェー、なんか そっちの方。ちょっと色がなんか病的に白いよ、あれ。ちょっとあれ、日サロ連れてった方がいいよ。日焼けサロン連れてけ、あいつ。腫れちゃう、腫れちゃう。ちょっと色が白すぎだから、お前日サロ行ってお前30分ぐらいぶち込まないとダメだよ。会話が昭和でしょ。え、何？会話が昭和だって。なんでだよ。なんで会話が昭和。なんで昭和なんだよ。外人それ連れてったりって言ったよね、若い頃。おかしいだろ、あの色の白さ。お前あんなの、お前いくらドリフトが上手くたってかっこ悪いよ、あんなの。だってお前白というかブルーだぞ、お前。ブルーブルー、違う、青ざめた。青ざめてるよ、あれ。気持ち悪いよ、あれ。あれ何歳？23歳21とかじゃない。23歳です。あ、23？ はい。おか、まあドリフトは若干上手いな。若干、若干上手いな。若干上手い。若干上手い。上のとから比べたら数段上手いな。それは俺も認めてる。それね、多分みんな認めてやってる。この間のご飯代ちょうだい。何でしたっけ。え、この間アリサとアドルにごちそうしたお金。36,000円かかった。それ俺から取る。そう、当たり前じゃねえか。お前んちのお前関係者にお前怒ったんだから。お前呼ぶからでしょうよ。いや、呼んだわけじゃない。でも俺も呼ばれたよ、アリサに。だからそれ金払えって意味で呼んだんだ。そうでしょ。そうだと思っていかないって言った。これからラリー出てる。はい、ヤリスだよ。見てこれ、なんかタイヤが異常になんかちっちゃく見える。ちっちゃいですね。レンコンビですね、ホイールもね。これなんかこうフェンダーが出すぎ、あ、高すぎる。でもミラー見てください。なんかミラーがかっこいい。はい、あ、これはかっこいいですか。え、このミラーかっこよくない。俺このミラーいいな。なんかが、クラフトスクエアがへし折れそうかと思ったんですけど、これ全部これドライ。でもこれこの辺ドライじゃないよね。本当っすね。あれはゴムじゃないですか、これ。下はゴムだ。あー、あ、笹尾は手の元がダメスだったり、ブース離れてます。YouTube で配信。これです。このコンビアでジャパンで検索していただければ、いろいろ書き方で、お手元でこの映像、情報を楽しみいただきながら、目の前の迫力を合わせて楽しんでいただきたいというふうに思います。これがいいな。
お前どれが僕座ってみないとわからないですよね、これ。で、僕、名前どれがどれかも分かってないですよね、これが、はい、これ両方ともジータ、はい、これがゼロの一番激しい、あー、それがジーグホー、はい、これは何ですか、これこれはゼロっていうやつの中の、はい、あちょっとライトな感じ、はい、あはいはい、おっこミラーちゃん。噛めへん。押されてもそのまま一緒に出たら笹を、はいはい、うそー、はい、すべてるおほおほ、はいはい、岡野さん、これいいですね、これいいだろ、はい、もうちょっとこっち来て、もうちょっと前、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 いくよ、止まった、今、もろ当たったね、そうですね、これ大丈夫かな、これ怖いんだな、俺これ買うわ、2、3番から買えばいいのね。そうですね。一番伝えていただくと、あると思います。じゃあまあそれはそれじゃあまあこれで、てかあれか、グッズは通販があるんですよ。あのオフィシャルの通販サイトでこちらも購入いただけるので、それだともう直接行くんで。もういろいろ KTC やってんだ、はい、あの工具だけじゃなくて最近こういうグッズ系の工具やってます。日本っつったら KTC だよね。ありがとうございます、はい、じゃあ帰ったら買います。ありがとうございます。でも岡村さん、さっきパチンやった後に買うって決めたじゃないですか。使い道間違えてませんか。バカ、最初から買うつもりでここへ来たんだよ。じゃあね、はい、さあ、すげえ雨降ってきたんでそろそろ退散です。あそこに見えるけど、あの世界ラリーチャンピオンのロバンペラの走りも見れたしね、多分優勝すると思うけど、俺もこれから優勝目指して新幹線で帰りますということで、アドバンファンミーティング楽しかったな。楽しかったです。一番楽しかったのはやっぱたこ焼き。ああ、そうです、たこ焼き楽しかったね。僕も初めて朝食べました。はい、okay、 はい、じゃあそういうことでお疲れ、お疲れ様です。はい、行こう、はい。